どうもこんにちは、ドンコメです。今日はまた少し話題となってきました京葉線の通勤快速について話したいと思います。特に今回は新通勤快速を考えてみるということで、現在の状況を踏まえた上で通勤快速を復活させるとしたらという前提のもとでちょっと考えてみたいと思います。そもそもですね、現在の元通勤快速の電車とほぼ同じ筋に設定された各駅停車のダイヤなんですけれども、上総一ノ宮6時53分発で東京駅8時38分着なんですけれども、本田駅で7時25分着34分発で9分間停車してるんですね。で、所要時間が増えたのは大体これが原因だと言っていいと思います。何が起きてるかというと、東金線の鳴門6時51分発の電車が本田駅に7時30分について連結してから発車するので、これだけの、停車時間がかかってるんですね。で、通勤快速の時代は連結しても途中の駅通過するので、東京駅8時26分着で、しかも上総一ノ宮から快速運転してたので7時ちょうど発だったので、7分遅く出発して12分早く着いてたんですね。ですから19分遅くなってます。で、もしですね、連結を解消して鳴門発の列車を連結しないようになれば、少なくとも本田駅1分停車と考えても8分は短くなりますから、東京駅8時29分には着けるんじゃないかと単純にも計算できるわけです。で、もしですね、今度外房線の区間だけ快速運転に戻せば、上総一ノ宮 C ちょうど発にできまして、本田駅も速攻で出発すると考えたら、だいたい東京駅8時26分着に戻せるんじゃないかなと、思います。で、8時26分って言ったら通勤快速時代の到着時刻と同じですから、外房線区間だけ快速運転して、なおかつ本田駅での連結も解消すれば、ほぼ元の通勤快速時代の所要時間と同じにすることができると考えられます。で、比較をしてみましょう。上総一ノ宮6時53分で、これ現在のダイヤですね。一番上。各駅停車で、本田駅で9分間連結のため停車して、終点東京8時38分着。で、今話した外房線区間だけ快速運転して、本田駅から東京までの区間は、各駅停車として運転しても、連結を解消すれば、8時26分には着けるだろうと考えられます。これは通勤快速時代のダイヤと比較しても、上総一ノ宮駅は7時ちょうどで同じだし、東京駅到着も8時26分着とできるだろうと考えられております。ただもちろんいくつか問題があります。それを簡単に説明します。まずですね、この列車どうするということで、鳴門6時53分発東京駅直通列車。これは、本田駅での連結相手の列車ですね。また、若潮4号、ね、東京8時25分着なので、どこかで必ず追いつかれてしまいます。これをどうにか対処する必要があります。まずですね、現行のダイヤにおきましては、鳴門始発の列車は4両編成の電車で、本田駅で10両編成に連結して出発するわけですけれども、またその間にですね、特急若潮4号は現在のダイヤだと連結してる間に本田駅で通過して、ここで通過待ちをして東京駅に先に到着するというダイヤになっています。ですから、この追い抜きをどうするかというのをまず考えなきゃいけないわけです。で、自分が考えたのはですね、鳴門始発の列車を E233 の4両から E257 系特急車の5両にしてしまったらどうかと思ったんですね。で、本田駅 C30 分着っていうのはそのままにしておこうかなと思います。で、若潮4号が元のダイヤですと本田駅で追い抜きしていきますから、あえてですね、若潮4号を本田駅に停車させまして、この鳴門始発の列車を連結させてしまいます。そうすると、5両足す5両で、10両編成となります。で、これをですね、連結させた上で、鳴門始発の列車も本田駅から特急列車として運転し、
東京駅に8時28分ぐらいには着けるだろうと、元の列車よりも3分遅らせて走らせてはどうかと考えました。まあ、こうすることによってですね、先ほどの新しい通勤快速案だと8時26分着なので、新しい通勤快速を結局若潮4号は追い抜かないで東京駅に到着するというダイヤにしてはどうかと考えたわけです。その方が変更が必要な列車としてはですね、いくつかあります。 232M 普通列車、 232M っていうのは外房線の普通列車なんですけれども、現在のダイヤですと茂原駅総武快速線の電車を待ち合わせしてるんですね。でまあこれがですね、このまま行くとちょっと新しい通勤快速とちょっと被るところがあるんだったかな、少しでもちょっと早く走らせたいんですよね。そうなると現在のダイヤですと 232M 列車っていうのは蘇我駅7時32分に着くんですけれども、もうちょっと早く着ければ内房線からのささなみ4号に間に合うんですよね。7時29分発なんですけれど、これに間に合うような時間に変えたいというのがあるんですね。逃がすって意味でもそうなんですけれども、そのためには茂原駅での待避ではなくって本能駅での通過待ちにすればもうちょっと早く走らせることができるので、蘇我駅7時28分着ぐらいにできるんじゃないかな、という意味で乗り換えはできなくなるんですけれども、快速の待避駅を変えて対応したらどうかと考えております。で 234M 普通列車ですが、これはですね、現在のダイヤですと上総一ノ宮 C ちょうど発なので新しい通勤快速と被ってしまうんですね。なのでこれをまあそうですね、現在の各駅、元通勤快速の各駅停車の筋に当てたりとか、上総一ノ宮6時53分発で茂原まで先行か、あるいは7時以降の発車として新通勤快速の続行に変更するといった対応が良いかと思います。で 132M 内房線普通列車なんですが、これはですね、蘇我駅で特急さざなみ6号だったかなの内房線同士の対比を蘇我駅で行ってるんですね。でこれをやってしまうとホームが埋まってしまうのでちょっと都合が悪いと、あそこで蘇我駅で対比というか接続はさせずに千葉駅まで変更させてしまってはどうかということで書いてあります。代わりにですね、 232M を蘇我駅7時29分発にして接続させれば、まあ千葉方面との乗り継ぎもできるということにしたいなと考えております。こういった微調整が必要になるので、一箇所だけ修正すればなんとかなるという話でもないので、ダイヤ改正ってなかなか難しいんですね。その他ですと武蔵野線 779E 列車、これはですね、東京駅8時30分着に変更したいなと考えております。 779E 列車っていうのは東京駅8時28分着なんですね、今のダイヤだと。そうすると新しい特急列車と被ってしまうんですよね。特急じゃない、若潮4号と被ってしまうので、これをちょっと後の時間に変更したいと。現在のダイヤだと葛西臨海公園で若潮4号の待避を行ってるんですね。でこれは特急の時間が変わってしまうので、ちょっと走らせるタイミングをずらしたいんですよね。そういった都合もあってこれも変えてはどうかと考えております。もう一つ、京葉線西船橋発 2831E という列車があるんですが、これも似たような理由でですね、東京8時38分着の筋に変更したいと考えております。元のダイヤですと旧通勤快速のさっきの8時38分着の各駅停車の筋が空いてしまうので、これを代わりに西船橋発の2831D 列車を充当して穴埋めをしたらどうかと考えております。そういった調整が必要ということですね。その他影響があることといえばですね、外房線の快速通過駅の本数がこのままだと減ってしまいます。八海、新茂原、本能、長田の4駅ですね。これをそのままにするか、あるいは穴埋め増発として普通列車を増発するという方法がありますけれども、普通列車の増発は JR の方負担が増えてしまうので、ちょっと現実的ではないかなと考えております。それから発時刻が早くなる、特に
ホンダとカマドリに関しては連結を解消することで発車時間が早くなってしまいますので、そこは影響が出てしまいますね。まあ早く行きたいっていう需要のために早く発車させるわけですから、まあ、これはしょうがないかなという部分でもあります。それからもう一つの問題は、東金線ユーザーが実質値上げになってしまうということですね。さっきのやり方だと、現在のダイヤだと、まあ、元のダイヤだと直通の通勤快速があったわけですけれど、まあ、これが各駅停車化してしまって、さらに今回のアイデアですと本田駅で特急との連結になってしまうので、まあ、少なくとも本田駅から特急化するしかないかなと考えています。そうすると実質値上げとなってしまいます。まあ、それが嫌だという話になった場合、じゃあどうするかといったら方法は一つありまして、この若潮4号自体をそもそも新しい通勤快速として運転してしまうということですね。車両は特急列車のまんま通勤快速として運転する。まあ、特急料金不要とするわけですね。さすがにそれはちょっと JR としても困るという話になれば、指定席の通勤快速として運転するとか、あるいは全車普通列車グリーン車とした、全車まではまずいか、とにかく一部指定席みたいな形で通勤快速列車という新しい存在を作るしか方法はないかなと思います。結局のところですね、どこを優先させるかで全てが決まるかなと思っています。外房線の快速停車駅、まあ、上総一宮とか、茂原とか、そういう駅のことを優先するのか、あるいは各駅停車駅、先ほど話した4つの通過駅の利便性を重視するのか、あるいは東金線ユーザーを大事にするため、東金線に便利なダイヤ、とするのか、あるいは京葉線の快速駅、利用の多い駅の利便性を優先するのか、あるいは利用の増えている京葉線の各駅停車の駅の利便性を優先するのか。混雑度を考えれば2両少ない武蔵野線の走る区間の方を意識した方がいいんじゃないかなって気がするんですけれどね。で、今回の問題って千葉市が一番騒いではいるんですけれど、千葉市が影響するのって京葉線の各駅停車駅だと思うんですよね。通勤快速の通過駅ばかり、むしろ復活しちゃったら不便になるんじゃないかなと考えています。そういった影響もよくよく考えて話し合って決めなければいけないことかなとは思っています。もう散々文句言って変えてみたら、かえって不便になったってなったら、今度は批判の対象が千葉市に向かうでしょうからね。それは望んでいることではないはずですから、ちゃんと考えて話し合いを進めていってほしいかなと思います。というわけで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいね、高評価していただけると嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。